大好きなミノーからやっていきます。ビッグベイトぶち込んでみましょう。話の中でバッスリみたいなことやってます。よっしゃ、やっぱおった。おお、これは釣れそう。あーでもちょっと弱いか、波が。いやけど決して悪い状況ではないはずだ。さあ、おはようございます。ケイです。来たぜ、ワクワクが止まらねえ。ヒラスズキですよ。まあ、冬の間ね、なかなか来れてなかった磯なんですけども、今日は状況良さげだったんで来てみましたら、このようにいい感じで、まあもう少しできれば波があったらよかったけど、でもまあ十分ですよ。ヒラスズキ、青物、それを狙っていきたいなと思います。めっちゃ楽しみ。やってこう、みんなも。じゃあ最初はこの大好きなミノーからやっていきます。はい、サイレントをお願いします。カラシが出て今かな、ちょうど今いいんだね。あー、まだルアーが変更すると見えへんな。どこ行った。ちょっと微妙だな、なんかカラシの出方が。あら、来ないね。すごい食いそうな気はしたけどな。あれ、そうでしょ。これにしますね。いいの来た、いいの来た。めっちゃ釣れそう。びっくりした。ビビった。違う、多分違うやろ。この上が波弱え、超弱いな。これ予報やとさ、まあ行けんことはない波やったけどな。現場来てみると全然違うやん。悲惨やな。あといってね、なんかじゃあ今日は微妙やな、帰ろうかみたいなことはなかなかね。2時間半かかっとるわけですから、なんとしても釣りたいわけですよ。ああ、いい感じ。ただこんな浅いとこ入ってるかな。おいいの来た、いいの来た。これはいいの来た。来い。来ない。いいの入ったんやけどな。ダメか。よっ。あそこはいいな。うお、良さそう。ここはおるやろ。ここ絶対おるって。ここはおらなあかんとこや。頼むぞ。おっしゃ、よっしゃ、やっぱおった。おっしゃ、やっぱな。頼むぞ。ヒラスズキ、こっからやね。おっしゃ、おナイス着地。あ、綺麗。あー、よら、やっぱおった。やっばー。あー、静かに釣った僕としては。あ、やばい、脳がやばい。おうおう、すごいパワー。おうおう、
この太鼓美しい。はい、来ました。めちゃめちゃ綺麗です。皆さん、これが平野鈴木ですね。こいつを釣るために2時間かけてんのよ。あー綺麗、最高ですわ。あー綺麗、たまらん。まだおると思うねんけどな。もうちょい大きい波入ってくれたらな。あれ、さっきのマジで最後のチャンスやった。はい、ちょっとやつがいそうな気がするんで入れてみますね、ジグを。40g。足を動いててすんごいいい感じ。はい、ちょっとサラシの中にビッグベイトぶち込んでみましょう。どういうことになるのか。失敗したらロスする、怖いよ。あーでもちょっとこれ板おもり払うんときついか。あーなんか出そうやけどな。すんごい出そうやけど。無理？あ、そう。その無理か。もっともっと。お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これでいこうか。次、切って。うわぁ、奥大。戻しましょう。よし、行け。出ろ。出てくれ。ビッグベイトで平鈴木釣ったらめっちゃおもろいけどな。出てくれ。出そうだけどな。うわ、やべ、ぶち壊れそう。さらしの中でバッツリみたいなことやってます。遠くやると絶対やばいから、近くだけ。いい漂いやけどな。すげえ。うわ気持ちいい。はい、あれから2日経ちましてね、またあの平鈴木くんをキープしておいて、こういう状態で寝かしておきました。で、前回作ったポワレが美味しすぎて、今回もそれ作っていこうと思います。めちゃめちゃ美味しかった。てか平鈴木が超うまい。さあ、ちょっとどんな感じになっとるかな。うん、臭みは全くないね。とりあえずちょっとさばいていってみますね。よし。OK。よし。はい、途中までね、刺身にしようかなと思ってたんですけど、今回ね、サイズ的に全部焼いてちょうどいいぐらいじゃないかなということで、僕の奥さんですね、リーコ SVTW という名前の奥さんなんですけど、申し訳ないんですが、全部焼こうかなと思います。で、ここにちょっと軽く。
ワルジエが働くようにもなったんや。塩入りのバターってどれかな。それ40g。あれや、タッパーに入れてるやん。あー、あれか。あれ、1かけら 5g やから。入れてくれる？うわー、貨物ターミナル駅だ。すごい。うん。すごい。オンジーだ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 。タンタンクタンクタンク。アイス入ってるんだよ。この中に？うん。タンクの中に。あ、そう。これは苦いアイスでーす。あ、苦いアイス？コーヒーアイスかな？コーヒー。今作ってるからね。ちょっと前回よりも失敗したかもしれないね。よし。の。よっ。ちょっと待って。お野菜炒めてますから。そうでしょう。完成。お魚入れてあげよう。いただきます。はい、はい、いただきます。これはない。これだからヒラスズキだよ。ヒラスズキ。これうん、ポン酢じゃない。これレモンバターだよ。レモンバターってだ。なんで？はい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 。じゃあいただきますね。はい。どうなんだろう。ちょっと前回のよりはね、劣る可能性が高いです。今回。でもふっくらしてるけど。ふっくらしてる？どう？劣る？いや、美味しい。美味しい？ソースが美味しい。ああ。さっぱりしてるよね。うん。ふわふわしてるね、やっぱり。前より。油が多いから。ああ、かもね。いただきます。うん、やっぱりヒラスズキは美味しいわ。アスパラもこれにつけて、ね、美味しい。いいですね。わお、美味しい。美やばい。はい、乾杯。乾杯。はい、はい、乾杯。はい、乾杯。ああ。